中納言の君参りたまえるを水のうちに召し入れてお恩物語細やかなりこう陰の上の今わの刻みにあまたのお恩遺言ありしなかにご遺言ありしなかに,ご遺,なかにご遺言ありしなかにと呼んでおきましょうこの陰のおんこと今のうちのおんことなん取り分けてのたまいおし士を 公となりてこと限りありければうちうちの心寄せは変わらずながらはかなきことの誤りにはかなきことの誤りに心置かれ立てまることもありけんと思う年頃ことに触れてその恨み残したまえる景色を何漏らしたまわぬ咲かしき人といえど身の上になりぬればことたがいて心動き 必ずその報いを見え歪めることなん、いにしえだに多かりける。いかならん折にか、そのおん心場へほころ、ころぶべから、ぶべからんと、よしともおもむけ疑いけるを、ついに忍びが、忍びすぐしたまいて、闘ぐうなどにも心をよせ聞こえたも、今はた、 またなくし親しかるべき仲となり、睦び交わしたマエルも、限りなく心には思いながら、本城の愚かなるに添えて、この道の闇に立ちまじり、堅くなる様にはとて、なかなかよそのことに聞こえ、放ちたる様に手はべる。うちの御恩ことは、かの御遺言たがえず、つこう祭り起きてしかば、かく、 末の世の明らけき君として腰方の表をも起こしたもほいのごといとうれしくなんこの秋の御幸の後あるいはみゆきの後いにしえのあこの秋の行房の後そう読んでおきましょうこの秋の行房の後いにしえのこと取り添えてゆかしくおぼつかなくなん覚えたも 対面に聞こえるべきことどもはべり必ず自らとぶらいものしたもうべきよし催し申したまえなどうちしおたれつつのたまわす、えー、中納言夕霧ですね、えー、夕霧の中納言の君があ参,上した、ま、参上なされたのをつまり須雀員へ参上なさったのを ミスのうちにお召し入れになって朱雀が餃子のミスの中にお召し入れになってで大物語が大層細やかである夕霧に三宮をとこう。 思い立ったわけですね。こう、陰の上の、これはキリツボの御方のことですが、なきキリツボ陰の、御最後の折に、今はの刻み、 ご最後の折に、えー、たくさんのご遺言があった中でこの院の恩こと、えー、この院ってのは六条院の光源氏のことです、えー、遊夕霧に対して言ってるわけですから。 まあ、そなたの父君の、えー、六条院の恩ことそれに今のうちの恩こと今の帝の恩こと冷泉院ですね冷泉の帝の恩こととり分けて言い置きなされたものを うん、後々のこととして、えー、格別に言い残しておかれたその事柄を公となりてこと限りありければうちうちの心寄せは変わら,変わらずながらうーんとうーん父の帝がそんなふうに言い置きなされたことを 自分が公、えー、公を優る役の天使になってということですが自分が次の天使になって帝、えー、といってもことに限りがあるからして。 内のこの人たちに対する心寄せは、うん、変わらないでありながらはかなきことの誤りにちょっとしたことの誤りによってつまり父の帝から桐坪の帝から その後々のこと特に、えー、光源氏のことあるいはの今の帝のこととり分けて 言い残しを置,置いていらっしゃったんだけれどもそれが自分が天使になってみると、えー、ことにはいくら天使といえども限りがあるからしてことに「古貴殿の女房」というふうなあ隠蔽たる勢力家がいたりするわけですから、えー、自分の内々の思いは変わらないでいながら ほんのわずかなことが誤りになってで源氏がああいう不遇の状態に置かれるようになった<ん>そのことについての申し訳なさ気がかりさというふうなものを言っているわけですね。わずかな儚きことのちょっとしたことの行き違いから 心置かれたてますることともありけんと思う。源氏が兄の自分に対して分け隔ての心を持たれることもあっただろうかと思うがやはり源氏があんなふうに不遇な状態に置かれるわけです。 そういうことに関してやはり自分は国典型の右大臣系型の出身であるから内心はそんなふうに源氏に敵意などを持ったりするわけはないんだけれどもでも若平たての心をお持ちになったこと源氏の方から持たれたこともあっただろうかと思うが。 幾年、この方ことにつけてその恨み残したまえる景色を何漏らしたまわぬそのことについての恨みをなお心に残しているようなそんな様子を決してお漏らしにならない源氏は やがて都へ帰ってきてまあ朱雀院と対面した時にはこれはっと恨みの思いを述べたけれどもしかしそれからあとそのことを根に持ってどうこうということは全くなかったわけでそのことをこんなふうに言ってるわけですね。 あの不遇な状態になった後その恨みを心に残していらっしゃる様子は決して自分に対しておもらしになったことはなかった聡明な人といっても身の上になりぬれば我が身の上になりぬればということです。えー 自分の身の上のこととなるというとことたがいて心動きことと食い違ってその心は動きを持ち必ずその報いを見え歪めることなんその報いを表に表して ゆがんだことをすることが古江に多かりける昔だって多かったことだいかなる折にかその御心ばえころべからんとよしとも赴け疑いけるを一体どんな時になったらどんな折につけてその胸の中に しまっっていらっしゃるお心持ちがほころび出ることがあろうかと、うん、そう簡単に、えー、思い消してしまうことのできるようなことじゃなかったわけですから、えー、どんな時にそれが出るか知らんと世の人々も けけ疑いけるをそのことに心を引き向けて源氏を疑ってきたなとうとう今日まで忍びすぐしたまいて心に押しこらえ過ごさ,過ごされて源氏はふっつりともそれを 表に表したりすることなさらないで東宮などにも心を寄せ聞こえたもこの度の自分の子供である東宮なんかに対しても心を寄せなさっている。 まあそれはあ明石の姫君を今度沿わせるようになったのもそういうふうに見れば恨みなどくっつりともないような形であるわけですね。しかしし、かまた、そうお人 といいうばかりでもないわけで。もなわけ東軍に対して源氏が接近して親近感を示していくのはまた同時に自分の勢力がそれによって大きくなることでもあるわけで我が身内の力がそれだけ大きくなっていくことでもあるわけですからしかしまあ 委員はこんなふうにそれを源氏の心の美しさというふうにして言ってるわけですね。今はたまたなく親しやっかるべき仲となり結び交わしたまえるも今こうしてさらにまたとない親し,親しい間柄になるはずの関係となって お互いに親しく結びあわって結びを交わしているのも結びを交わすように取り計らいなさったのも限りなく我が心には思いながら。 本性の愚かなるに添えて我が生まれつきの性格の愚かなのに添えてこの道の闇に立ちまじりこの道の闇というところも引き歌がありまして五千首の中にある人の親の心は闇にあらねどもこう思う道に 窓に塗るかな人の親の心というものは闇のように真っ暗な閉ざされた思いであるはずはないのだけれどもでも子供に関しては格別であってこう思うゆえに正しく。 判断すべきことも、えー、判断できなくって、えー、取るべき道を間違えてしまうこと多いことだなそういうこともあることだなというふうなそういう歌そのこの道の闇に闇にというのは あの判断すべきことがきちっと判断できないのが闇ですから恋への闇あるいは恋い家の闇いずれもそうですね正しい判断が恋の家につかなくなってしまうあるいはこう思う家につかなくなってしまうそのこの道の闇自分の子供を思うその迷いの家に 判断ができなくなってしまって、かたくなる様に雇て、見苦しい様になりはしないかと、そう思って、なかなかよそのことに聞こえ放ちたる様にてはべる。かえってよそのこと、つまり人ごとのように、聞こえ放ちたる様にてはべる。聞こえ放つっていうのは、任せきった。 そんな状態でおります。任せ切った様子でおりますことです。うちの恩ことは、今の帝のことに関しては、かのご遺言、高えず都交祭り起きてしかば、 例の立坊の御遺言にたがわずに計らい申しておきましたからことを計らって定めておきましたからこんなふうに末の世の明らけき君として今の御門霊善院は こんな末の世に非常に聡明な帝として騎士方のお恩表をも起こしたも自分がその前の帝であったわけですから私の越し方のそのお恩表 公的な面にかけての面目をも取り戻していてくださ,くださるのはというふうなことですね。腰方のまあ腰方・腰方、えー、どちらにも言いますが微妙な違いがあるのですけれども、えー、私の今までの 知性の面目を取り戻してくださっていらっしゃるのは表を起こすというのは回復してくださっているのは恋のこと意図をうしくなん本来の思いの通りで私としては大した嬉しく思っております自分の知性の過ちを この新しい霊前の帝が、えー、取り戻してくださっているようなそんな思いがしてそれはいかにも我が本意でもありうれし,しいことに思っております。この秋の行合の後古のことを取り添えてゆかしくおぼつかなくも覚えたもこの。秋の六六院へ 行,行のその後は昔のことがあれこれと取り添えて源氏の君にゆかしくはお会いしたく何とも心もとない思いで、えー、思いを感じております。 まあ気弱く、気弱くなっていられるわけですね。源氏の君に直接お会いして、そして申し上げたいことがいろいろあります。必ず、自らとぶらいもの下もうべきよし、催し申したまえ、きっとご自身で、えー、お尋ね、 くださるように、そのよし、あなたから、催す、おすすめ、申しなすってください。などと、うち塩垂たれつつのたまわす、たれるっていうの涙をこぼすことですね。涙をこぼしこぼしして、おっしゃると。夕霧に対して、おっしゃるわけ。